アウディジャパンはフラッグシップセダン A8 シリーズの高性能モデル S8 を8月25日より発売する。パワートレーンは最高出力571ピコセカンド、最大トルク 800Nm を発揮する 4L V8 ツインターボエンジンと8速ティクトロニックトランスミッションの組み合わせ。圧倒的なパワーをクワトロフルタイム 4WD が路面に伝える。新型 S8 は 48V リチウムイオンバッテリーと BAS ベルトオルタネータースターターを中核技術とするマイルドハイブリッドドライブシステム NHEV を搭載。48V という電圧を背景にエナジーリカバリーシステムにより高いエネルギー回収効率を実現する。また減速及び惰性走行時にはシリンダーオンデマンドコドによりエンジンを停止して燃費を改善する。エクステリアでは S8 専用デザインの前後バンパーをはじめ4本出しの楕円エキゾーストフィニッシャー QJ×21 の 5W スポークデザインアルミホイールを装備しハイパフォーマンスを演出。インテリアはカーボンのデコラティブパネルやバルコナレザーを用いたスポーツシートを採用するなどスポーティさと上質さを高い次元で両立している。車種はプレディクティブアクティブサスペンションを搭載。レーザースキャナーやカメラセンサーを用い路面の凹凸を先読みしサスペンションストロークをアクティブ制御する。またダイナミックオールホイールステアリング4輪操舵を装備。 65kmh 以下ではリアタイヤをフロントと逆方向に最大5度まで電子制御により操舵し都市部などで最小回転半径を小さくして取り回しの良さに貢献。中高速ではリアタイヤをフロントと同方向に操舵し操縦安定性を向上させる。さらにリアスポーツディファレンシャルをクワトロに組み合わせ快適かつダイナミックな走行性能を実現している。ボディ構造は初代 A8 に採用以来進化を続ける ASF アウディスペースフレームを採用。アルミニウムをはじめスチール、マグネシウム、カーボンファイバー強化プラスチック CFRP を適材適所に組み合わせ高強度、高剛性なボディにより正確なハンドリングや高い静粛性を実現している。価格は2010万円。